さっきも言った通り、雪山で8人遭難してて、2人裏切り者って感じですね。的な流れとしては、発電機を直す、救難場所を見つける、救難場所を直す、で、キャビンに戻って救難信号を出す、で、脱出って形です。トレーターっていうその裏切り者は、それを邪魔します。よろしくお願いしおま願いします。お願いします。おシルバーさんが願いし初心者まさんだったかな？す。了解。あ、本当です。よろしくお願いあ、します。じゃあ、ついてきてください。私、先端恐怖症と言います。出てもらって、ここで E ボタンを押すと、サブ目標を取得できますので、これを取得してください。できましたか？あ、できました。はい、できました。はい、で、このマップに、あ、どんぐらい初心者？もう完全初めてですか？美味しいあ、もらっそうてもいいですね。今日始か？あ、めました。わかりました。じゃあ、マップに、この歯車、青い歯車があると思うので、これ見てもらって、真ん中が今、現在いる地点ですね。の小屋ですね。半分ここしましはい。ょなので、ここの歯車の場所、ランダムなんですけど、これ一緒に行きましょう。上ですね。行きましょう。う。あれ？取りました？シルバーさん、上、上、上。1個取りましたよ。あ、OK です。あれ、誰か材料確認って言ってます？あ、はい、燃料15です。ここ燃料が了解発電施中設古です了ね。解。シックル作りました。で、これ E で触ってみてください。3種類、修理に必要な材料があるんですけど、今回はガソリンですかね。ガソリン15って多分書いてあると思います。なので、ガソリンを、はい、燃料です。燃料、はい。じゃ燃料を集めます。燃料は、ランダムで、小屋とかがいろいろあるんですけど、その小屋を、あ、これですね。ここち一ょう緒にど開けま開けしましょょうか。う。ここを3人で同時に押すと開くので、ここを開けると、燃料とか基板とかが入ってるんですね。今回は燃料なので、燃料だけ拾いましょう。ありましたか？石もらってもいいっすか。はい、1個あったんで持ってきます。はい。じゃあ、それを、また、こんな感じで3人で開けるところとかをたくさん開けるか、あとは、ベリーっていう赤い木の実があるんですけど、それを、15個、あ、じゃあ、2つ組み合わせて作るっていうのもできますね。で、まずちょっと、道具がまーなちいゃんときついと、ので、エリザさん、これ、壊しましょうか。まーちゃんと、エリザさん、木壊しましょうか、木を。長押S、しで、S。溜めて殴った方がいいです。あ、なんか作ります？あ、いいっすよ。あ、いや。開けていってほしいっす、せめて。開けます、一回。あざっす。木がゲットできるので、これ拾ってください。で、木と石1はい、個ありで、がとうございます。道具が作れるので、あ、ここありますね、石が。あるので、拾って。ちょっとね、離しておいた方がいいですよ。拾いづらいので。置くときは。めっちゃ離しておいた方がいいです。拾うのが大変なんですよね、このゲーム。燃料8個持ってます。燃料3持ってます。私も3持ってます。難しいっす。はい。で、こっち。あと、多分え、揃っ足りてますそうっね。すね。うん、足りてる足りてる。あ、揃ってます？で、ここで、クラフトできるので、シックルを作りましょう。揃ってる揃ってる。行きましょう、発電施設。カマが一番汎用性生高いビのリーで。置いておきますね、ボックスの中に。はい。足りてるんで持っていきはまい、しできょう。ました。じゃあ、ガソリン持ってる、燃料持ってる人行きましょう。発電施設。入れちゃっていいんすか？8個と3個と3個と1個あるので多分足りると思いますね。もう入れちゃっていいんすか？同時に、あ、そっかそっか。早い、早いか。そうあ、そう。そっか。縛りでそうだそすう。よ忘ね。れた。ごめんなさい。で、今回縛りで右上に目標が書いてあると思うんですよ。発電施設のステータスっていうのが。で、残り3分55秒になってると思うんですけど、この制限時間を超えちゃうと、トレーターに有利な救援物資っていうのが落ちてくるんですよね。で、その中に強力なアイテムとかがいろいろ入ってるんですけど、それを今回、まあ、トレーターが不利なので、まあ、落としてあげようとわざと。っていう形ですね。なるほど。じゃあ焚き火作って準備してきますね。お腹空いたので、ベリーを取りましょう。これがベリーですね。鎌をでやると、
すぐ借り取れます。パイ作りますけど、いります？これで拾って。あ、欲しいっすね。あ、なんか毒入れられたとかめんどくさいんで、じゃあ肉とベリーボックスの中に入れておきます。あ、オッケー。基本的に食べ物は焼くと効果が倍増するので、で拾ったらですね、焼いてみましょうか。で、焼きましょうか。ここにあのキッチンがあるので、そこで焼けるので。ここですね、左上。あれ、これ燃料ってまだっすよね、確か。あれ、そうですね、東方。あ、燃料はまだ入れられないですね。うん、数は足りてるんですけど。下落ちてますよ。あ、キャッチミーさん、これ僕パイ作ったんで。で、あ、ごめんなさい。どこ入ってたら大丈夫ですか？どこ入ってたら僕殺す。外出れます、ね。あ、大丈夫です。一個持ってます。声がある。あ、オッケーです。左上のゲージが上から順に、十字がヘルス HP です。で、2個目がのファイヤーが寒さゲージですね。体温。あ、これ欲しい人。で、3個目が腹ペコゲージ。で、腹ペコゲージ多分減ってると思うので、いないかな。食べましょうか、さっきのベリーを。誰かいない人。食べたら HP と。マコマコさんいる？開けたね。右開けたね。長押しです。誰？右開けたね。聞こえた？右開いた。聞き。あと、ドクロマークが最終的なタイムリミットです。23分ですね、あと。という形です。はいはい。あ、寒さをしのぐにはこの拠点に入るか、あとは木2つでキャンプファイヤー作れるんですけど、それで暖を取るかって感じです。でここで火を切りましょうか。こっちの もう1分前なんで入れに行きます。空振りしてて燃料かわいい。え、これ操作むずすぎません？え、コントローラーでやられてますか？地雷って誰か作ってます？いや、キーボードですね。あ、結構難しいです、ね。ちょっと待って、じゃあ石って何に使ったんですかね？多分、これじゃあ、コントローラーでやられてるんですか？いや、キーボードとマウスです。もう燃料入れに行きましょう、持ってる方。シルバーさん、燃料入れに行きましょうか。1個持ってますよね。はい、1個持ってます。じゃあ行きましょう。でついてきてもらって、上ですね。あ、キャッチミー、多分先端さんともう一人シルバーさん合流してます。はい、発電施設行きます。開いてますね。開いてますね、取れたばっか。あ、じゃあこれマコマコさんかな。地雷だな。あ、今追いかけます。じゃあ入れてください。え？ 6 個。僕6個持ってます。はい、3個持ってます。今シルバーさんが1個入れてるはずです。あ、発電施設の裏行ってる人いる。なんかしてるかも。あ、それ僕です。燃料を後ろに隠しておいたんで。あ、了解。そうですね。お願いします。あなた多分黒でしょ。ね、黒でしょ。やっぱり、うん、大変だからな、ね、ほんと入れまーす、はい。え、今殴った人逃げました？あ、逃げました。逃げました。殴られた人は逃げ、今5個、これで8、あと7。あ、花子さん入れまーす。次6個入れます。11、あと4個です。これで OK です。この人寒さ大丈夫ですか？寒がってるような。あ、じゃあ1回帰りますね。はい。で、シルバーさん、ここを直したら、地雷も作っちゃいけないの？地雷とか。そうですよ。え、むしろ、石何に使ったのかなと思って。さっき、トレーターが地雷置いてたら、多分それ。トレーターは大丈夫です。あ、地雷置いてたね。トレーターは作ってるけど、サバイバーは作っちゃダメです。なるほど。
追放してますいない人。いない人は追放しましょうか。追放しましょう。そうですね。誰だ二人いない。シルバーさんはいるはず。ゴーさんもいる。誰だエリズさんいますいます。あ、いた。あれ誰だんー、今入った。あら。カラーさんいます。8人おるね。全部いますね、今。あ、いるのか。あ、いない？いるよね。なるほど。潜伏して。皆さん、燃料何個入れました ?3。先端教授3です。3。5。あれ、今落としませんでした？誰か死んでる？しないっすね。今8人いるんで。もう、じゃあ、椅子は。はい。ハルは、一人で NW 行ってきます。了解です。了解。はい。衛星行く。でシルバーさん2人にはしたくないですね。そうっすよね。シルバーさんいますか。ちょっと NW ついていきますね。シルバーさん。はい。あ、次はマップがこれ解禁されてるので、マップを見てください。でハテナの場所が3つあって、ここに、救助が来る候補が3つ書いてあるんですよね。で、これが、はいはい、このうちの1つだけが、本物。で、そこにヘリパッドっていうのがあります。ヘリが到着するところが。それを今から手分けして探しに行くっていう形ですね。ああ、2つは偽物なんですね。そうです、そうです。で、ヘリパッドを見つけて、ヘリパッドを修理して、脱出っていう流れですね。これって、あれ、左上1人行ったっすよね。はい、右下とダブル誰か行ったかな。あ、S か。行ってないですね、多分。右側に誰も行ってないかな。一緒行きますか。右側。行きます行きます。右側。シルバーさん行きましょう。行きましょう。何人で行きますねそれ。右側。多分2人こっち来れるんだったら5人だと思いますけど。5人で行きましょう。シルバーさん行きましょう。了解です。お、脱出ポットだ。裏切り者はいないか。大丈夫か。あ、S ですね。S に今。青いマーク出たんで、あそこがあのヘリパッドがあるっていう感じですね。はい、了解です。S と E と N が候補だったと思うんですけど、S が本物だったって感じです。HP 少ないので、これ勝っていきますね。あ、いいですよ。私だけで大丈夫なんで。あ、エリズさん、エリズさん、助けて、シロさん、コウさん、あー、やれるな、でも、コウさんも黒だ、シルバーさん殴られました、普通に、マジで、ちょ、起こします、一回。倒した。あ、そう。え、させてください。ゴーさんだね、あと。とどめ刺しとこっか、こっち。おらおら。おらーまね。任せます。おら。はい、炊きます。おら。どうしてるんですか。エリズさんとゴーさん。黒でした。エリズさんとゴーさんが黒。エリズさん死亡。エリズさん話せます？大きい黒を3つ持ってるんですけど、この人。あ、確認私がしたかったな。そうっすね。まあまあまあいいっすよ。大丈夫だと思いますよ。まあ、ほぼ黒です。5人いて襲ってきたので。シルバーさんって喋れましたっけ？はい。本当に大丈夫ですか？信用して大丈夫ですか？私たちの発言は本当かどうかっていうのはシルバーさんが証明してもらって、まあ3人が同じこと言えば、シルバーさんでも流れてたんで全体表彰はもう、え、3人いたんですよね今。そうですね、5人で上がってきた。5人いて、とエリズさんと、まあ、じゃあ 3人見てるなら大丈夫ですね、うん、黒2人しかいないんで。私の HP がこの人ってワンパニー、 S ワンパニー、女性の方でした。 S ワンパニー、どうだろう、
襲われたのって女性の方でした？わかんないです、ね、一人なんか NW ハラーンさんについて行ってはぐれてってるんですよ。え、でも S 側にあれでしたよ、2人ともいたんで、ゴーさんとフェリズさんが。あ、じゃあほんガチではぐれた村人ですかね。そうそうそう。あ、ごめんなさい、何でしたっけ、必要なもの。誰が S 行ったんだろう。私。何が必要ですか。何が必要だった。ワンパニー、ワンパニー、ワンパニー、オカミ、オカミベ。ああ、了解了解。じゃみんなで行きましょうか。ワンパニーって略すんの。ごめんね、オカミです、オカミ。ワンパニー、ワンパニー、ワニワニパニックですか。ワンワンパニックってワンワンなんかみんな言ってたから私もそれで言ってた。ちょっとキャンプファイヤーとか集めたら行きましょうか。シルバーさんいますか？あれ、もう行った？みんな行ったのか？置いてかれた。ね、シルバーさん黒だったら多分パニックってただろうから。これがね、トレーターボックスっていうやつなんですね。これが、人狼、裏切り者だけが使えるやつで、強力なアイテムとか武器が入ってます。で、これがワープホールで、トレーターだけが使える。ワープホールです。まあ、それをうまく使って、トレーター側は行くって感じですね。これ残っててもいいけど、一応行くか。大丈夫か、俺た一人だし。一応行くか。ゲームシャルさん、あ、できそうですか、できそうですかね。で、ここのシルバーさん、ここ、あ、どこ行っちゃった。鎌投げちゃったみたいね。ああ、了解了解。シルバーさん、ここ直したら、あとキャビンに戻ってヘリを呼ばなきゃいけないんですよね。で、呼んでヘリに乗って、あ、それ完成させないでいいですか。これなんでオオカミとやり合ったんですか。これ直そうとしたら寄ってくるんですよ、オオカミが。そう、押しボタン式の装置はどんどん寄ってきますね、押せば押すほど。ああ、そういうことですね。はい、じゃあ行きましょうか。はい、めっちゃ来るんで左下にじゃあ全員で逃げますね。了解。生肉食べよう。逃げまーす。逃げまーす。来た、クマ。で、水の中入ると。黒じゃあもう。寒さがある。黒は2人死んでるんすか。え、倒した。ゴーさんが生きてるはず。見ました。あ、なるほど。あと19秒経ったらキャンプファイヤーでブリザードしのぎましょうか。あ、クマいます。
この辺でじゃあキャンプファイアしましょう。ストップ。いい切ろうかな、じゃあ。燃料くべるか。もう帰って呼んできますね。あ、了解。ありがとうございます。まこまこさん、ちょっと離れれます？ありがとうございます。はい。あとトレーターは裏切り者は最初からトランシーバーっていうのを持ってて、他の人には聞こえないように秘密の会話ができますぐらいかな。説明は体力全員大丈夫ですか？はい、青球3つあるんで入れる方いたら渡します。お、ヘリ来ましたね。黄色いのがヘリです。どうします？一回合流するか、このまま向かっちゃうか。あ、どっちでもいいですけど、向かっちゃいましょうか。もしかしたらすれ違うかもしれないし。こっち行きましょうか。いけますね。ヘリ入って大丈夫ですよ。ゴーさん盗難しちゃったのかな。あ、黒が家の前、ゴーさん家の前にいて、だから早く乗った方がいいですね。あ、了解。乗ってください、乗ってください。もう来るんで。オッケー、ナイスー。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様で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 す。OK。 お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。基本的にはまあ戦いは仕掛けない方がいいですね。トレーターボックスを一人が離脱して開けて、一人は残って遅延させるみたいな感じが良さそうですけどね。あー、なんか 2V2 だったんで勝てそうだと思ったんですけど、コミュニケーションエラーでゴーさんが先端さんを起こしてしまって、あーそうなんだ。あ、でも5人いませんでした、あの時。5人いましたね。んで先端さんダウンしたんで、ああ、ね、はい、2V2 4対4で、あーあー、そういうことか。そういうことね。なるほどなるほど。お疲れ様でした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 。先端交付症。ジジ